部活帰るのこれは幸せだろ。お前のためにやってんだ今この時間に。感謝しろお前、まず親に見せろ俺の動画を。と待って、令和チャンネル飾ってる。今日出会えぞ、今日出会え。おお来た。前回なんかよくわかんないやつがボッコボコしたからな、ゴールキーパーな。あいつからサッカー奪ってやったから。ようやく来たが出へや、コキコキ。いいよこせ、俺に全て任せろしてみるの。俺に運命を託せ。俺に運命を託してお前らが悪いやぞ。俺は責任取らんぞ。お前が悪いんやで、俺にボールを渡した。この世に起こる全ての不利益は当人の実力不足。それは金木健も言ってました。俺のヘディングは弱いぞお前ら。目に焼き付ける俺のちっちゃいちっちゃいゴミみたいなヘディングをな。今日はちゃんと点も取る。もう前回その取ってるのに対していい感じになんかサッカーできたから、それをやる。今日も。ただ今日もそれをやる。ただそれだけのこと。プフみたいな。いや、それいけるかい？よこしゃ！ああ、もうバカ野郎が。調子乗んなブスが。ふざけんな、金髪坊主がやってんは松本人志だけ。いや、まあ悪くない。いけるよ。俺やります！それはなんだ？それはなんか空中戦やってるみんな。ドラゴンボール見てきた今日朝。イエスイエスイエス！てりゃどうだはじめしゃーでへやてめえ無言になった時は俺は強いぞ。無言になった俺強いぞさあでへやてめえやるじゃねえかここだそう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 さあでへや。これで沈めるぜーなるなるなるやほら今日も京都で絶好調俺を止めるやつは俺だけ僕止めるの僕だけ勝負の時なあおい、味方もろとも引きやがったなんだあいつ江戸転生で帰ってきたのかあいつえ、いいねえ今日も 7.5 と。その画面がさ、ちょっと上向いちゃってんの。だから、後ろ側のところに、物を置くことによって、前に傾かせて、この平行にするみたいな。ちょっとコーンドームの箱置くわ。オッケーあ、いいめっちゃいいめっちゃいい天才だ俺、そのためにコーンドーム持ってたんだ、俺わかった俺、なんで俺コーンドームずっと持ってんだろうって言ったらさ、エッチするためじゃねえゲーム画面安定させるためだ。ヒカックは慶応のやりさ。うわいやらしいヒカック。なんか、ヒカックとかなんかあれじゃない？なんか、女抱くときだけなんかすげえなんかさ、なんか性格なんかあらわにしそうじゃない？なんか二面性ありそうじゃない？あいつなんか。なんか実況とか撮ってるときは仮の姿じゃん。世を忍ぶ仮の姿じゃん。実際なんか女とやるときとかやばそうだよな、普通に。おいアナルにチンコ入れていくーとか言ってさ、チンチ入れそうじゃない？アナルにチンコ入れていくーダメーヒカックさんダメーみたいなさ、やったそうじゃない？あいつ。うん、これは、締まり、評価いいですね！パコパコパコみたいなさ、やってたじゃない？さあ来い。うわぁ、それだ、それだ！はい、神様に愛されちゃいました！神様に、あぁ、じゃあちょっと、いいでよ！お前ら、もう一回やる。じゃあもう一回やるもんか！ひでえよ。そう、ナイス。ダブルタッチ案件！ダブルタッチ案件！うわぁ、痛いぞ、痛いぞ！よほーし！いいね。待て。よし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 。今日の審判優しいな。今日の審判日本には新日まさかの。俺が責任取ってさ、日本代表、日本人ってのはこんなにやれんだぜってところを見せてねえと。日本を同時に背負ってるんじゃん。日本が舐められるよ。俺のせいで日本が舐められる。先進国から省かれちまうこのままじゃ。罠だ。それは罠でした罠だった敵の巧妙な罠に引っかかっちゃったな、飛んで火にいる夏の虫とは足のことよそうだフィジカル弱いよ片手で収まっちゃった令和チャンネルがなあ半間裕次郎に遊ばれてるバキみたいになっちゃった今悪くない戦うちょっとよー新日審判さすがです新日審判もう見逃しません日本人が気づいたところおお前日本舐めてるぞこの野郎よめちゃめちゃ詰めてるめちゃめちゃ詰めてる最高だこいつマジでおいこいつ日本持って帰ろうぜマジでよっしゃーこれがあるからやめらんないぜどう審判助けてくれおい審判何とか言ってくれよここで裏切るのか今まであんなにあったかくしてくれたのにおお前らとか俺死んでんだぞボール出せや今試合よりも大事なことあるだろ俺の安否確認しろよお前ら今の絶対ファールなかったらいけたわ今の持ってるやり返してくれたナイスいいぞうちの相方優秀だわやめてくれこんなクソ芝居に絶対あと5分点取るよしダブルチカまた痛めてんじゃんおいみんなおふざけんなこのチームネイマチャンネルボコボコじゃねえかよおめえやなんで俺だけ一人で勝利サッカーやんねえといけねえんだよおいあと2分あと1分
ちょっとお前悔しくないんかお前は。うわかっけえ、ちょっと黒髪のさ長髪の令和チアンだよ日本代表、めっちゃかっこよくない？てかさハゲてない状態で臨む日本代表さ初じゃね今思ったら。おーかっこいい、いいね。代表戦はしっかり結果残されたな。日本しょってんだっか。あれあれ赤ちゃん見てダダこねてる。あはははは中村康介赤ちゃん見てるダダこねてる。うわー班長みたいになってる。今のは脳幹脳幹脳幹。さすがに安西も安西安西お前実は感情あったんか安西。眉間一発殴られたカタールの人間にさ、いつ殴られたの。令和チャンネルいいとも思ってない。 お前それ新聞記者に見つかる前に早くその笑顔しまえ。くれ聞こえとせーざりゃ。日本を代表するエースストイカー令和チャンネルじゃ。アズムンと同じ喜び方。この踊りはアズムンから習ったものだ。あーもう引っ張りだこじゃ。明日からどうしようかな。明日誰だく、明日アスカキラ呼ぼう。いやいやホテルにアスカキラ呼んどいてマネージャードーン。まだ点入ったの知らない、もしかして。せいやーだ。ダブルタッチ、違うダブルタッチ病なんだ俺。ボール持ったら一回はダブルタッチしないと、もう体がおかしくなっちゃうよ。タバコと一緒だよ。うわ一人しかいねえんだよな。一回下げて、うわ待って、それはないされない。シンジ俺をしんがりに、ふざけんなシンジ、俺のこと犠牲にしやがってよ。鉄砲玉みたいな扱いやがってあいつ。俺戻ってんじゃん。そっち樹海だよそっち。ねえそれなに、そんなねえ待ちやんだよ。そら半日なるわ。何やそれ、普段やってることやろうとして。来たこっち、よっしゃせりゃおら日の丸をわしに任せとけ。みんな俺とセックスしたやついる。ちょっとおいマイクくれマイク、今日僕とセックスしたい人いますか。出たマジキチスマイル。よーし、うお日本代表ユニフォームかける令和チャンネルかっこよすぎ。おふぱこしたい、俺絶対ドラゴンボール集めたらお願いさ、おふぱこするに決めてんだ。頼むよ千郎、ファンのマンコを分けてくれって言うつもりだから。ここよし締め、俺仕上げは令和チャンネルー。あ、令和チャンネルドハイネクト。勝てば誰も叩かれない平和な世界、それ俺が作る。俺は創造主だ。お前は叩かれる、お前はもうケイスケ、ケイスケ、ケイスケが弾け飛んだ。ケイスケが汚い花火になっちゃった、ナッパになっちゃった。ケイスケがダブル出た出た、ダブル中島ブルトーザー日本代表の秘策。これか、一回下げるよ。えいよっしゃーってーよーし、結果で語ります。令和チャンネル無言無言、何も喋らない。なぜかそれは結果で語るからです。あ、めっちゃ喋ってる。めっちゃ喋ってる。よい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 みたいな。お前さ、アウェイロチロリよくそんな煽れんな、お前さ。結局君は僕にいじめられることになっている。そういう運命。お前ふざけんなよ。お前物理で対抗してくんじゃねえよ、お前サッカーじゃどうしようもねえから。ほんとね、いつもね、あの、土曜日のね、飯代はタダなのよ。なんでかちょっと大阪チャンネルから飯代くれるから。パッちょっとゴミクソみたいなパス出すけど、たまに。素晴らしいね、ほんとにね。あ、待って、え、なに、シェフィールドユナイテッドの令和チャンネル接触してるチームがあるってこと。え、待って、マジ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 、いや、来てないけど、なんで噂で止めてんの。来て、来て、火がないのに煙だけ立ってる。なあ、ちょ、来てよ、遺跡の噂、接触して接触、私にもっと接触して、もっと、クソビッチ見てるさ、どこでも顔出すから。お、待て、お、マジか、おい。そうか、吉田にじゃん、このチーム。おい。吉田はどこ行ったんだ。ゴールは吉田に、何何、もうちょっと変なところで、変なところでファールすんなよ。このシュート吉田に捧げるって決めてんだ、ほら。それすごくいいよね。そうは思わねえか吉田、あっち側で見てっか吉田。俺は頑張ってるぞ。俺はファールの雨に耐えながらも頑張ってるぞ。俺はこれこっちもらう。よし勝負できる、これならこの距離ならこの前なら勝負できる。はい、そしてくれ。ねえクソが、俺のパス返せこの野郎。ナイス、いいよ、一回落として、ナイス、よこせ、そうだー。俺おい試合、おい点決めねえ方が珍しくなっちゃった。あ、吉田佐々木だ。あ、そうだ、あ、そのくだり忘れてた。
吉田、吉田見てるか、このシュートお前に捧げるぞ。吉田ごめん、俺は習っちまったんだ。ウィニングゲームには YouTuber がたくさんいる。その中では俺はメッスって男がいいんだ。そいつに習った。トラップでーダメだ。ダブルタッチ担当令和チャンネルです。ダブルタッチ担当令和チャンネルです。ダブルタッチ担当令和チャンネル、令和チャンネル。見せるわ、いろんな担当。今ダブルタッチ見せたけど他にもいいんだ。トラップルタとメッツでーす。だー俺がファン。メッツ何やってんだこれ。あら出てくんなメッツ。まあいっか、言ってたとし。うっ、皆さん、クラムの拡大はこれはステップアップとの遺跡だ。私は悪くない話だと思うけどね。ザングルハーンからのオファーだって。な、何リーグ？ザングルハーンってどこ？聞いたことある？みんなザングルハーンって知らない？どこ？誰も知らないの？俺だけじゃないの？俺が全然チーム知らないから。でも格上げっつってたよ。格上げっつってレベル上がったらレベルチャンネルやったじゃんつってさ。絶対誰も知らん。ふざけんだよ。なんだこの無名のチーム。俺のマネージャーバカだろ。こっちの方がいいんじゃねってさ、適当じゃん。お前金しか見てねえよ、バカが。あ、格？ペスリーグ？なんだよ、死ねえよ。死ねえよ、そんなお前さ。一番張り合いねえわ。あ、おお、これだ。しかも別に変わんねえじゃん。なんだよ、この絵。こんなクソつまんねえリーグ。誰が入るか、こんな。わしを殺す気か、お前。お迎えに上がりましたつって来たのがさ、ボロボロの軽自動車、運転手は60代のジジイみたいなもんよ。